シュトゥットガルト州立美術館は、ドイツシュトゥットガルトにある美術館である。1843年に設立された。1984年には、ジェームズ・スターリング設計のシュターツ・ギャラリー新館がオープンした。旧ギャラリーもともと、旧ギャラリーの古典主義の建物は、ロイヤル・アート・スクールの本拠地でもあった。建物は1843年に建設された。建物は、 第二次世界大戦で深刻な被害を受けた後、1945から1947年に再建され、1948年に再開された。次のコレクションを収容する。ノイ・エスターツ・ギャロリー・新ギャラリーは、ジェームズ・スターリングによる建築デザインで論議を呼んだ。1984年3月9日、古い建物のすぐ隣の場所にオープンした。 パブロピカソからオスカー・シュレンマー、ジョアン・ミロ、ヨーゼフ・ボイスに代表される20世紀のモダンアートのコレクションを収容する。建物の設計はカルル・フリードリヒ・シンケルのベルリン旧博物館に似ているが、美術館の正面はベルリン旧博物館と同じように対照的ではない。アンドレア・シュルト・ピーバース・ジェレミー・グレー、ジャーマニー。 ロンリープラネット、ピアニッシモ、395。ISBN 978から1から740599887。https コロンスラッシュスラッシュ .google.com スラッシュブ ID="z="gomazaS5YC&", ピコグラム ="PA395", ハットダグラス ORD", ナショナルギャラリーオブカナダ、アイディアズ、アート、アーキテクチャー、マクギル、 クイーンズプレス、マクップ、ピアニッシモ、314。ISBN 9780773570832 https、https://books.google.com/.books、id=9 イコールゲバーキバッジピコグラムイコール p a 314スジッチ、books, 9, and, y、14, ich, d、ノーマン・フォスター、リチャード・ロジャーズ、ジェームズ・スターリング、ニュー・ディレクションズ・イン・ブリティッシュ・アーキテクチャ、ー、ロンドン。 テイムズハドソン、P10G ブリュハウゼン、M、ミュージアムアーキテクチャー、A ブリ i フヒストリーイン、A コンパニオンツーミュージアムスタディーズ、マクドナルド、S オックスフォード、ブラックウェール・パブリッシング・リミテッド、ピアニッシ二百234から235。ありがとうございます。